ロシアの撤退が先か、ウクライナの反抗が先か、各国の支援ストップが先か、ウクライナ4州に対するロシアの一方的な併合宣言から1年、ロシアのプーチン大統領は9月30日、ウクライナ東部、南部、計4州の併合を一方的に宣言してから1年となるのに合わせ、併合を改めて正当化するビデオメッセージを発表した。プーチン政権は選挙だとすするる活動を強行するなど、 占領地域での支配の規制事実化をさらに進めようとしている新行2022年9月にロシアはウクライナ東部ドネツク州とルハンスク州南部ザポリージャ州とヘルソン州の4州で住民投票だとする活動を強行し2022年9月30日一方的に併合を宣言しましたあれから1年がたちウクライナは反転攻勢を強めています須田 そそもそもロシア軍によるウクライナ侵攻のきっかけは、ウクライナの東部2州、新ロシア派地域が一方的に独立を宣言したことです。これは国際的にも認められていない独立ですが、そこから人命の危機に瀕しているというロシアに対し、支援要請が入って侵攻が始まりました。新行東部2州のの独独立立宣言かららすが国際的にに認められてていいいいない中要請に基づいて侵攻するというのは 入り口の時点で国際法違反であり、占領することも違反です。なおかつそこを併合したり、住民投票を行ったとしても、国際法上は何の意味もない手続きでしかありません。新行、国際法上は、巣だ、いくらプーチン大統領が規制事実を積み上げていったとしても、入り口の時点で国際法的には無効ですので、選挙を行ったとしてもほとんど意味のないことです。ロシアの防衛費 2024年に約1.7倍の増額 GDP の6%に相当する財源をどこから捻出するのか新業ロシアに関しては様々なニュースが入っています2024年には国防費を約1.7倍に増額する見込みだそうですまたプーチン大統領は2023年秋に最大13万人を徴兵する法令に署名したと発表しています須田国内総生産 GDP の6%に相当する防衛予算です。国家財政上の大きな負担になり、さらには財政破綻の可能性も出てきます。財源をどこから捻出するのか、あるいは徴兵令に署名したことで、国内世論の反発も出てくるのではないでしょうか。2024年から完全に戦時体制に移行するロシア、困窮に耐えられるか。すだ。ただ、それが表面化しないようコントロールしてくるとは思います。 ロシア経済は国家財政主導の経済です。ロシア産の天然資源を国が税収として吸い上げ、それを配分していく構造です。それが破綻すると、国民に対して分配できなくなってしまいます。新業破綻すると、すだ、それに加えて最大13万人を徴兵するということですから、2024年から完全に戦時体制に移行するのでしょう。困窮、窮乏に耐えられるかどうかという問題にもなりかねないと思います。 ロシアが撤収するのが先か、ウクライナの反転攻勢が先か、さらには、各国の支援ストップが出るのが先なのか、須田、ロシアとしても、どこかのタイミングで停戦を探り出すのではないでしょうか。もちろん、ウクライナ側も東部の奪還は難しい状況があるので、今はどちらかというと、クリミア奪還に軍事資源をシフトさせていますそののありりが一つの落とし所になる可能性もあります。 新業長期化してくるとウクライナをどのように各国が支えていくのかという問題もあると思います関連して入ってきたニュースがスロバキアの総選挙ですスロバキアの総選挙は9月30日に投開票され新ロシア派のフィソモト首相が率いる左派政党スメル同票が約23%の投票率で第一党になりましたスメルは国民が物価上昇に苦しむ中ウクライナへの支援停止や 対ロシア制裁の見直しを訴えて支持を伸ばしたということです須田しかし果たしてそれができるのか国連の制裁決議違反にもなりかねない行動なので国民の要求はそうなのかもしれませんが国として動けるかというとまた別の問題があると思います新業国連の制裁決議違反になりかねない須田物価高騰特にエネルギー価格の高騰を中心とした物価高騰において 私たち日本もそうですが、ヨーロッパ諸国はロシアに対する依存度が高かっただけに、国民の不満も相当高まってきています。これがいわゆる支援疲れにもつながっていくのです。新業、ウクライナに対する。ロシア崩壊の前兆、反逆者プリコ人の墓が聖地となって大盛況、1000キロ離れた町から巡礼に訪れる人も、 50代のの夫婦がプリコジンは真の男ロシア民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリコジン、去年62歳が8月23日に謎の飛行機事故で亡くなってから1ヶ月以上が経った6月の武装蜂起の一件を思い起こせば死の理由は国際世論、注目の一致するところだろうだがそれゆえにプリコジンゆかりの地の光景はキーに移るのである。 サンクトペテルブルグ市の中心部から車で約30分公営のポロホフス公エ墓地にプリコ人の墓はある墓地に近づくとプリコ人の墓はこちらの案内がそこかしこに設けられそれに従い方を進めれば花に埋もれたロシア正教独特の十字架に行き着く備えられた大きな花輪にはワグネルのエンブレムがあしらわれ脇にはロシア国旗も掲げられている 墓の周辺はすでに花で覆われよその墓に足を踏み入れてまで喧嘩する人もいます花売りのおばさんに聞くと遠方からも多くの人がやってきて土日は特に混雑するそうですが私が取材した時も1000キロ離れたブリャンスク州から来た50代の夫婦がプリコ人を真の男とたたいていましたロシア在住ジャーナリストワグネルセンターにも喧嘩がまたどうしないワグネルの拠点だった ワグネルセンターにも喧嘩は絶えない武装蜂起の翌月7月1日にはその看板が撤去され現在は元のテナントビルに戻っているにもかかわらずそして何より彼がクレムリンに弓を引いた反逆者であったとしてもプリコ人への献花はもはや聖地巡礼だろう彼の墓にはソビエトから亡命した詩人ブロツキーの詩の一節が掲げられそこでは彼がキリストになぞらえられる 体制批判だけで拘束されるロシアにあってこれらの動きが止まらないことは何を意味するのか9月13日プーチン大統領はロシアを訪れた北朝鮮のキム・ジョンウン総書記を出迎えた米ニューズウィーク氏はこのシーンについてプーチンが見せたキム・ジョンウンにすり寄る弱々しい姿と報じるが今まで滋賀にもかけなかった北朝鮮と何らかの軍事協定を結んだという情報も あながち否定できないまだ戦争の出口は見えないがもしかしたらロシア崩壊の兆しはすでに見え始めているのかもしれない。